はい、こんにちは、じゅんぞうです。今回ですね、前夜祭降臨ミッションやってこう。でこのイベントが、普通にクリアすると遅延6個で18個もらえて、星6以下だけでチーム潜入すると枠解放 12HP 強化プラス ×3 上限解放 ×3 と。いや、これうまいね。あ、これあれか、 HP 強化プラスプラスか、なんか上と下にプラスがあるんだけど、でここチームで星6以下に設定するっていう条件を満たすと、まあ、いっぱい報酬もらえますっていうあれなんだけど、でちょっとこの共通編成組んできまして、でミオン降臨はやっちゃった俺動画外でやっちゃったんで、まあ普通にあれかな、ミルはもうずらさけ、本当にこの編成組んできたんだけど、これね、星6全部でミルは向こうずらすだけ、マジでずらすだけでボスだけ向こう張ってくるんで、これ打っとこうって感じかな。でミオンはずらすだけ、ミオンもずらすだけとでいいと。でスピードワゴンね、スピードワゴン財団の財団の人、超覚醒はスキップルプラスにしてるけど、うん、まあなくてもいい、どれでもいいです。で遅延とマシンキラー全部いりません。でこの4ターン無効貫通打っていこう。でリーダースキルも光5個で倍率出るんで、ノルディス対象いいと。でコテッちゃんが超覚醒お邪魔耐性プラス日常してるかな。で消せないを覚醒回復できると。で3連は超覚醒なくていいです。遅延もなくてもいい、 OK。 で2ターンチャージと盤面記念変化、これで一旦初手使っていこうって感じかな。でノルディスは7強にしてる、上限解放振ってる、まあこれもまあいいね、強いね。で2体目も7強で上限解放振ってると、チアが18段でこれ打ってこう。で3体目はノルディス、7強で上限解放振ってると。でバッジがね、一応何でも OK、 フリーですね、フリーで1階層ゴールデン、アニバーサリー、メモリアル、タマン10周年、2周年足んねえけど。でこれ打って、でこれノルディス、ノルディス打って、で3連打ってこう。これで3連打ってずらす、これで倒していこうかな。倒せるね、 OK。 でスピードワゴンね、持ってなければあれでいいかな、大凶小凶、天性大凶小、超天性大凶小凶でもいいと思ってる。あれが確か無効貫通持ってるから、スキルで。でシャックリが出てきました、倒していこう。で3階層ゼローグフルドロップなんか昔やな、これ2015年ぐらいのドラゴンやん、これゼローグで、で18コンボ OK で倒せるから。 いいね、極性アテナもいつだっけ、10周年の時か、2年前か、もう2年前のダンジョンか、昔のダンジョンだこれ。でこれスピードワゴン打っていこう、スピードワゴン打っていこう、無効貫通していこう。でシボドラノルディス打ってずらそう、これでまあこのジジイとババアを倒していこう。倒せるかな、ジジポン倒して OK。 5階層バルテンね、バルテンも懐かしいな。テンペストボム、あお邪魔、あそっか、お邪魔ここで来るんだね、 OK。 でここ打ってずらすと、で6789101112131314で倒していこう。うわこれモンハンでいそう、バルテンなんかモンハンにいそうじゃないモンハンにいても違和感ねえなこれ。6階層、アルテミスね。でお邪魔が来たか、まあお邪魔目覚めとか振らなくてもいいのかな、振らなくていいね、振らなくて OK だ。で8910111213141517コンボして、期半減あるけど大丈夫と。で7階層ヘスティアね、ヘスティアはなんだこれ、全回復ありがとう、優しいね。でサウザントサクリファイスが来てずらすと OK、 これで倒していこう。これでまあ倒せっかな、倒せっ、あー OK 倒せました。で8階層サッチャンね、サッチャンもこれ倒すか。でシバドラノルディス打ってずらすと、絶対ノルディスのことシバドラって言っちゃう名前間違えるのよくないね、失礼ですね、ごめんなさい。で倒していこう、いいね。でボスボトルアテナ、おやっぱアテナのイラストいいわ、アテナのフィギュア持ってんだよな俺アテナのさ
等身大じゃねえわ、なんかフィギュア、フィギュアな持ってるんだよね俺。めちゃくちゃ好きなんだよね、あとのイラスト倒せません。なんかあれだ、友達に誕生日プレゼントでもらったんだよこれ。あてだね。で、1個2 3 4 5 6 7で倒せっかね。 OK。 で目覚めを極光で力の変にお見せします。わー綺麗、座り方綺麗、座り方がすごい、面接だったらもう100点だこれ。でまあこれロック来てるけど、まあ全然 OK とずらすと。でまあ14567OK で倒せっか。いや半分ですね、硬いね。ちょっと硬いか、ちょっとだけ硬いか。で神帝のまどろみとでアポロレイザーね、ポルノグラフィティで倒していこう。でシバドラノルディス打って、ごめんねノルディス。ノルディスごめんね、君のこと絶対シボドラって言っちゃうわ。で18コンボして倒せっか。まあこれで報酬がうめえと、報酬たくさんゲットと、奇跡もゲットと OK。 これで報酬が、うわーめっちゃ来てる。すごい届いてる、アマゾンからすごい届いてる。うわーいいねこれ、うわー美味しいなこれって感じでやっとこうって感じかな。まあ見るとかは向こうボスだけスピードワゴン打ったらいいし、ミオンはずらすだけで OK だし、でアテナももうずらすだけで OK かなって感じかな。マジでもうずらすだけで倒せるんで、まあ楽々攻略って感じだったかな。よし終わりましょう、じゃあねー。